はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。私にとってドンピシャのネタでした。YouTube で楽譜を流してらした方の楽譜を書き出して、先生にこれを弾きたいので運指を教えてくださいと見せたら、先生の顔が、はてなはてなはてな、これ4分の3拍子の曲なのに4分の4拍子で書いてあるね。世界中で知らない人はいない、誰もが歌える有名な定番曲なのに、なんかリズムが取りにくいと思って練習してたら、まさかのまさかでした。あえてリンクは貼りませんが、これ独学なら気づけないし弾きこなせないです。無料とはいえ、ビギナーとしては困ります。こんなパターンの楽譜も頻繁に出回っているのでしょうか。4分の3拍子の曲なのに4分の4拍子で書いてあるね。普通に4分の3拍子の曲をそのまんま4分の4拍子みたいに楽譜に書いてあったとしたら結構大変ですよね。どういうことみたいな、そんな状態になっちゃう。弾きたくてももうなんかこう弾け、なんだろうこれみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。まあ世界中で知らない人はいない、誰もが歌える有名な定番曲ね、何の曲か分かんないけど、これね、まあ多分ギターソロ用にアレンジしたものですよね、楽譜はね。このアレンジした人が4分の3拍子っていうのをなんか4分の4拍子だと思って書いちゃってたみたいな、そういうことなのか、ちょっと見てないからね、どういうふうに拍子を変えてるのか、そこもちょっとわからないんですけど、これなかなかね、4分の3拍子をそのまま4分の4拍子に書いてたらわけわかんないですね。こういうもしそうだとしたら、そういうパターンってそうそうないとは思いますけど、そんなね頻繁に出回ってるようなもんではないと思うんですけどね、と思います。でもまあ知らずにね、楽譜見てって気づけと言われても、初心者にはちょっと難しいかもしれないですよね、その辺ね。でも例えばそう、これね、なんか前ちょっとラジオで、そんな話題になったことが最近あったような気がするんですけど、4分の3拍子と4分の4拍子同じ曲でも、その例えば4分蛍の光かな、この曲、これ4分の4拍子、これを3拍子にアレンジした曲、メロディー同じなんだけど4分の3拍子になった曲があるんですよね。それがなんだっけ、曲のタイトル、蛍の光じゃなくて忘れちゃった、それはI'm not afraid to die.
みたいな感じ、うん、これなんだっけ、忘れてた、うん、でこういう感じで4分の4拍子とか4分の3拍子の曲を別な拍子にアレンジし直すっていうのは、世の中よくあるというかね、まあ可能だと思うんですよ、うん、でそうするとちょっと、イメージなんか違う感じで違う感じだよねみたいな、うん、そういう風にできる、うん、でそういうアレンジでいくならばそれが何分の何拍子かっていうのはそのねアレンジその拍子に合うようにちゃんとアレンジしてるから綺麗に弾けると思うんですけどそうじゃなければかなりやばいことになるよねっていう、うん、このアレンジがねどういう形でアレンジされたものなのかっていうのがわからないけど、うん、だから自分は4分の3拍子だと思ってたんだけど4分の4拍子にアレンジされたものを見てなんか4分の3拍子でやってるイメージがあったからこの4分の4拍子にアレンジされたものを弾いててもなんかが違うんだよなみたいな風に感じててでまあもともと4分の3拍子の曲だから、うん、4分の4拍子にアレンジされたものもなんか違うような気がするとかね、うん、でも4分の4拍子にアレンジされたものなんだと思って弾いていくとああそういうことねみたいな感覚になるよねっていう、うん、だからこれね、うん、その楽譜僕もちょっと見てみたいなっていう気はしますけど、うん、でもこうねもしこうギタリストとして活動してるとかまあそのねギターをある程度その仕事として、ギターを扱ってる音楽をね音楽を仕事としてる人だったら4分の3拍子の曲をそのまんまね4分の4拍子にの楽譜に書いちゃったみたいなこうそうやると本当トンチンカンな状態になっちゃうと思うんだけどでもそういうことをしてしまう人は音楽をね仕事にしてるんだったらまずありえないんじゃないかなと僕は思うんですよね、うん、だからまあアマチュアでもねある程度そういうアレンジして楽譜書きますっていう人だったらその辺どうかななんかそんなミスをするかなっていう気もします、うん、でも、うん、ないとは言えないからね、うん、まあ頻繁には出回ってないと思いますけど中にはあるのかもしれない、うん、でもそういうのに当たっちゃうと、初心者は辛いですよねはい、うん、でも拍子もともとオリジナルは4分の3拍子だけど4分の4拍子とかねそういうふうに別な拍子にアレンジをするっていうことはいろんな曲で行われてると思います、うん、なので、そういうものとして捉えてみると実はああこれそういうことねってなるかもしれない、うん、はいというわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております気軽にコメントどうぞ